シスさん、今日はあのシスずっとやりたかったことがあって、姫ごとさんと 21g をねずっと一緒にやりたかったんですよ。シス なんかいろいろあった時にずっと 21g 聴いてて、いろいろとね救われた曲なので、今日はそれを一緒にできちゃうってことで、はい、今日限定なのでね、みんなも盛り上がってもらえたらいいなと思います。ってことで、はい、姫ごとさんよろしくお願いします。イエーイ、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。かわいい。緊張した？緊張しました。見てました。ちょっと静かに大きいな。え、そう、ちょっと思ったんですよ。ちょっと飛び出ちゃう、一人だけ飛び出ちゃうんですけど、可愛いから。可愛いから。はい、ありがとうございます。いや、そんなことないです、あんまコラボとかさ、しないじゃない。そうですね、しかもね、21g だって本当に したことえ、ないか、ないかもないよね。でも、シスが 21g マジで好きって言ってくれた、ツイートしてくれてる、ライブも覚えてる、私は。滋賀です。滋賀です。そう、滋賀です。嬉しかったよね、今回。ありがたいです。すいません、間違えた。大丈夫だよ、うちらが間違えたから。そう、うちらの間違えた。そう、大丈夫。やりてるね。そうだね。フリちゃんお願いしていいですか？はい、いきます。はい、それでは聴いてください。 21g。
Thank you.
勝負。男は信用できないの。さあもっとできないの。僕めんどくさいから嫌われるのが怖くて怖くて自然から嘘を見つけるの。バレないように笑ってるの。あの子の涙をこそばなすのか。それはいいの知りたくて興味もないのに緊張。起きてはただのヒレジムメイドメイソで、うちらが施設に出会ったのは高校3年生の時で、